こんにちは。今回はエホバの証人さんについてね、改めてお話ししようかと思います。エホバの証人さんには研究生という制度があって、まあファンみたいな感じですよね。で、聖書を研究生として実際のエホバの証人としてバプテスマを受けた人から学んでいく機会を得るわけですよね。で、その中で聖書の考えに賛同するところと、まあよくわからないところとかあって学んでいくわけですけども、ここでね、学ぶといえば体がいいんですけども、聖書を通じてエホバの証人さんが解釈していることをそのまんま信じたら、イコールになったら、それは学んだというふうに言われて、自分で判断して、いやこれこう書いてるけども解釈はこうじゃないですかっていうのを、まだ勉強が足りませんねっていうふうに言われるわけなんですよ。つまり自由意志で考えているように見えて、そのエホバの証人さんにはね、統治体って言われるグループがあるんですけども、その統治体が解釈している通りにたどり着くまではまだ勉強しましょう、まだ勉強しましょうって言われるんですよね。で、統治体の方が答えてほしい答えに当てはまると、あ、よく頑張りましたっていう形になって段階へ一歩進むってことになります。まあですんでね、エホバの証人さんの聖書の解釈と全くイコールじゃない人は勉強不足というふうに言われるんですよね。だから個人的な解釈って認められないんですよ。でも神様はこういうふうに言うんですよね。あのエホバの証人さんを通じてですけども、神様は私たち人間を、神様を 100% 崇めるようには作っていないと。自由意志で自分の判断で何を信じるかっていう、その選択権を与えてくれてるそうなんですよ。自由意志をね。だから最初から人間が神様、エホバの証人じゃない、エホバさんを崇拝するようにプログラムしておけば何も問題が起きなかったんですけども、それではね、ありがたくないと。だから人間が自由意志で誰についていくべきか、何を学ぶべきか、これを考えた末に、あ、エホバだよねっていうふうに理解できた人を救うっていうんですよ。つまりは勉強して勉強して勉強して、いや、エホバの証人さんも悪くはないんだけども、自分としてはこっちだよね、あっちだよね、そっちだよね、自分を信じるよねってことになると、それは偶像崇拝といって罰せられるわけなんですよね。だからこれがね、結局は恐怖政治になってくるのかなと思うんですよ。つまりはエホバの証人の求める答え以外は全部異教徒だということですよね。世のものに、サタンに毒された考えということなんですよ。で、他にもね、いろいろとね、ルールがあったりするんですけども、私はだから、幸福の科学もそうなんですけども、基本的にはね、ラブ&ピースで人の幸せを願ういい団体であり、いい組織であり、いい競技なんですよ。でも、多様性といいますかね、画一的なんですよ。多様性とは全く逆で、正解は一つ、これ以外は全部ダメということなんですよね。つまりは多神教っていうのは、いろんなのを信じてもいいよと。日本みたいに八百万の神ですか。山にも神様がいるし、物にも神様がいるし、お金にも神様がいて、人間それぞれ神様が宿っている。貧乏神もいればね、福の神もいるんだよと。どんなところにも神様がいるから、いつも見られてるよと。そして誰に忠誠を誓うか、そしてどこから離れるか、それは自由ですよと。あなたが生きたいように生きてください。なんですけども、キリスト教をはじめとする一神教の世界ってのはダメなんですよね。他はダメですよと、浮気はダメですよと、そういうことをするんだったらあなたはもう異教徒ですよって形で罰せられるんですよ。で、これをね、ビジネスに置き換えてみると、つまりはいろんなことをやっちゃダメですよと。アフィリエイトのアルフィート以外はダメ、禁じてますみたいな感じですよね。で、ネットビジネス塾だと複数入るのはダメ、あなたはうちに入って勉強すればいいのに他にも入ってるでしょ、一体あなた何を信じてるんですか、だからダメなんですよみたいな感じなんですよね。まあ確かにあれこれやってうまくいく例はないんで、まずは一点突破した方がいいんですけどもね。でもその辺も、あらゆる嫉妬心っていうのからね、抜け出して、その目の前の人が儲けれるんだったら自分の塾でも他の塾でもいいじゃないかと、掛け持ちしてリスクヘッジしてもいいじゃないかと、あれこれやりながらうまくいかないのもうまくいくのもその人の選択だよねって形ですよね。うちの塾に入ったら 100% 稼ぎます、億万長者合宿に参加したら 100% 稼ぎます、そんな約束はできませんよ。だって稼げるまでやるかどうかを約束しないでしょ。だから稼げてないうちに辞めても稼ぎますかって、こんな質問おかしいじゃないですか。だからしっかり
稼ぐノウハウはお伝えするし、どのぐらいの量をやればいいのかってことはもう結果が証明してますんでね。だからついてきていただければと思います。まあこういうものをこういうだけやってこういうふうになりましたっていうのを見せ続けることしか講師とはできませんのでね。講師としてはやってもないことをこれがいいですよっていうのはなかなか言えません。だから人の商品って紹介するの難しいんですよね。マトリックスアフィリエイトみたいなことをやるとね、おい儲かんねえじゃないかだけじゃなくて、トンズラしたぞみたいなこと言われますからね。トンズラ、マトリックス、まあエホバの証人さん、とってもいい勉強はできますけども、私は 100% バチッと一致しなかったなと、やっぱりね、自分の人生はそれが幸せになろうが破滅になろうが自分で選んでそうなりたいかなと思います。仮に幸せになれたとしても、誰かのレールの上で言う通りにして、自分が気にそぐわないことでも従ってきて、それで幸せって本当に来るのかなと思っちゃいますよね。幸せってのは自分で選んだ結果が自分で希望した通りになることの連続かなと思うんですけどね。いかがでしょうか。じゃあエホバの証人から始まったこの億万長者合宿、まだまだ続きます。いってらっしゃい。